バーン、ペペ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 ン、ペペペペペペペン、肉。翔助チャンネル。皆さん、ボアンノイジー、どうも翔助です。てなわけで皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年中は皆さん大変お世話になりました。本年も、多分いろんな面白くない動画とかもあるかもしれませんけども、どうか1年どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。てなわけで、まあ本当ね、今年は本当東京オリンピックもありますし、何も我々にとって ACL もあると本当楽しみで仕方がない1年になりますけども、ただね、誰がオリンピックに出るかもまだわからない。もちろん竹内さんも出るかもしれないし出ないかもしれないし、まだそこは分からなかったりするんでね、けど本当の皆さんでね、オリンピック楽しく見ていければなというふうに思いますし、この翔助チャンネルでもね、サッカーの実況はやりたいなというふうに思ってますんで、どうぞ今年もね、多くの方にこの翔助チャンネルを、知っていただければなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。てなわけで今年なんですけども、まず ACL があります。でなので J リーグも2月に開幕します。まあ毎年これいつも通りなんですけども、あと今年はオリンピックがあります。東京オリンピックがあります。でオリンピック期間中は J リーグは全部お休みになるそうですね。はい。てなわけで多分この辺りにもしかしたら我らが FC 東京にはダビッド・シルバが来るかもしれない。もう早速も期待してんのかよっていう話かもしれないんですけども、いや期待するでしょう。ダビッド・シルバが来るとなったらめっちゃ期待するでしょう。もう期待に胸を躍らせて本当に来たとしたら多分僕踊るかもしれないよ。ね。そして何よりもまあ昨シーズンのね結果を思い出して、今シーズンこそやっぱり取れるものは取りたいしね、勝ちに行きたいし、本当ね、去年の動画でも言いましたけども、ね、みんなで頑張ってね、東京を声でね、支えることができればなというふうに思います。僕もね、全力で去年以上にね、パワフルに応援していきたいなと思ってます。皆さんどうぞねよろしくお願いします。で去年の初めの方の動画で僕ゲーム配信ミラティブで企画やるよと言ったと思うんですけども、こちらの方ですね、実はですね今悩んでまして、実はまだ遅れてないんですけど、どちらかです。今2人いるんです。ただまあけど本当去年一番最初の爆笑を取った人の面白かったし、滑り込みできた人、これ爆笑の動画にはしなかったんだけど面白かったし、面白かったっつうかもう完全にもやらかしクリスティだったから、そう、何やらかしクリスティって、もう分かんないんだけど、まあ本当にね、どちらか2人どちらかに、お送りします。決まった際はね、ツイッターの DM 等でお知らせしますんで、少々お待ちください。さあということで、今年最初の翔助、チャンネルの動画も、エンディングでございます。本当にね、まあ、スタジオの中は変わりませんよ。だって僕このスタジオが好きだから、このね部屋が好きなんですよ僕は。本当に仕事から帰ってきても、外出先から帰ってきてもこの部屋を見るだけでホッとするのよね。でこういう時にスマホが鳴るんだよね。マナーにしとけってね、撮影中はね。失礼しましたね、皆さんもね電車乗ってる時はマナーモードにねよろしくお願いします。ね、本当去年も本当にねいろいろ思い返してみれば結構電車の事件もありましたからね。なんか電車の中で追い出して線路に降りて走って逃げてきたんでバカ野郎もいっぱいいましたけども、絶対やっちゃダメだからね。でも電車の中で置いたもしダメだからね。うん、そう、本当
電車の中ではおとなしくしてましょう、うん、ちょっとおとなしくしてないのもいるんだよ、ここに。いびきかいてバカみたいに寝てるのもいますけど、うん、まあ、約1名、あ、俺か。うん、てなわけで、まあね、電車の中でのおいたはしないように、ね、公共の場ですから、ね、あと、ね、カップル同士ね、あまり角にイチャつくのもね、周りの目に毒ですから、ね、そこもね、いろいろとよろしくお願いいたします。というわけで、私、翔助、Twitter、Instagram、TikTok、そしてゲーム配信のミラティブを2つ、そして、別チャンネルの翔助ゲームスで、ブログのアメーバ、ライブ配信のポコちゃん、このやつやっております。ぜひ皆さんね、別チャンネルのチャンネル登録と、あと、フォローの方もね、よろしくお願いいたします。てなわけで、いや、翔助さん、年が明けたよ。そうだね。翔助さん、結局、去年何キロ痩せた？うん、プラマイゼロだね。今年は何キロ減らす予定なのかな？さあ、何キロ痩せる予定なのか。そこは全く考えておりません。ね。今年も元気に頑張っていきましょう。と思った方、高評価。そして、ね、今シーズンもACL の、ね、ライブ実況でもありますんでね、ぜひ皆様チャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで、今回の動画以上になります。皆さんね、本年もどうぞ、改めて本年も1年どうぞよろしくお願いいたします。それではまた、あてまーす。ご視聴ありがとうございました。 Twitter やミラタビの URL は概要欄へ Go、 新チャンネルは左のアイコンをポチ。皆さん、チャンネル登録フォローよろしくね。